こんにちは。今回は、少し、100円ショップさんで、お買い物をしてきたので、ご紹介させていただければなと思います。で、毛糸が、1種類で2玉しか買ってないんですね。なので、本当に、編み物関係 ないので、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、100円ショップ好きさんに見ていただけたらな、みたいな感じで。よかったらご覧ください。で、結構昔からプチプラコスメみたいのが好きで、そういう YouTube のプチプラコスメを紹介する方の動画をよく見てるんですけど、しばらくね、買ってない時があったんですよね。昔かなり買ってて、で、よく遊んでたんですよね、顔で。別になんか化粧がすごい好きっていうわけではないんですけど、なんか気軽に買えて、なんかいっぱい買えるし楽しいなみたいな感じでよく買っていて、で、私がその頃 YouTube 見てた時は、なんか同年代の方がプチプラコスメを紹介するとか、なんか整形メイクとかってあんまなかったんですよ。YouTube が今ほど、なんていうのかな、有名じゃなかったりもしてたし、で、ね、今だったらあれですけど、やっぱ年代的にちょっと抵抗があったと思うんですよね。でも昨日見てたら結構同年代の方でももうすごい動画が出てて、おおって思ったんですけど、その当時は若い子、若い YouTuber さんの女の子、可愛いね、感じの子が紹介してて、で、その時にすっごいハマって、100円で買えるんだと思って、で、すっごいその方メイクも上手で、あ、こんな変わるんだと思って、で、別になんか自分がおしゃれしてどっか行くとかってわけじゃないんだけど、それでなんかまあ、楽しいなと思って。なんで、それがなんか楽しみの一つみたいになってたんですよね。で、その当時買った化粧品はもうちょっと古くなっちゃったりしてたので、今はないんですけど。で、最近なんかダイソーさんでユアグラムが出て、で、それはユクレアさんですね。ユクレアさんがツイッターでね、ユアグラムがいいよっていうふうにシェアされてて、で、おっと思って。で、その時にまたボンって火がついたんですよね。なんだそれと思って。で、その後からまた動画見始めて、で、新しい YouTuber さんいっぱい増えてて、まあでも同年代の方はいらっしゃらないと思ってたんですよね。思い込みで。だから若い方、20代の方とかのやつをね、めっちゃまた見始めて、で、買いまくってんですよね、今。なんか病気再発みたいになっちゃってるんですけど。で、今持ってるやつが、大丈夫かな？ちょっと映っちゃまずいものとか映ってたらちょっと、ごめんなさい。ちょっとそっと流してください。多分私物っていうかなんか映っちゃいけないものは入ってないと思うんですけど、なんかごちゃって入れちゃってる。これがなんかいつも使ってるやつで、メイクポーチとかなんか化粧台とかはないから、このね、ダイソーさんのね、大きいタッパーに入れてるんですよ。これすっごい便利で、もうこれに入れちゃって、まあ量がね、今まだそんなに、まああるっちゃあるんですけど、言うほどないから、これで、いつも引っ張り出してきて、で、化粧して、みたいな感じなんですよね。で、最初の頃ここまでなかったんですけど、増えてきちゃって、なんか YouTube 見ると、なんか欲しくなって買いに行っちゃうっていう感じで、なんですよね。まあ、これも結構ごっそり あるんですけど、もう有名なやつですね。もう、ほんと、キャンメイクとか、セザンヌとか、もうこれ、鉄板ですからね、この二つはね。もう、どの YouTuber さんもこれを押すみたいな。あ、映っちゃうな。はい。ちょっと顔映っちゃったら、また、そっとスルーしといてください。どうしてもね、こういうの映っちゃうんですよね。そう。こんな感じですね。今持ってるやつ。すいません。これね、むき出しなんで、ごめんなさい。蓋がね、どっか行っちゃった。んだと思います。まあ、どのみちね、すぐ使えるように、こんな感じ。でも、刃を出しとくのってあんま良くないみたいですね。なんかこれもなんかちょっと、もしね、細かく見たいっていう方は、ちょっと、コメントなどをいただけると。なんか自分も楽しいので、紹介、いつかね、させていただければと。そう。で、最近
メイクのコスメの YouTuber さんで、ゆチャンネルさんっていう方を知って、で、その方の動画をね、見てたんですよね。まあ、ユアグラムで探してて、ゆチャンネルさんを見つけたんですけど、すっごい説明も上手で、可愛くて頭良くて、なんか、よくね、拝見してるんですけど、で、ダイソーさん、ユアグラムだけじゃなくて、プチプラだったら結構何でもご紹介してて、ご紹介されてて、300円ショップとか、あと、セリアさんとか、いろいろですね。で、見てたら欲しくなって、買いに行ったんですよね。で、まず、どうしようかな。結構量が多いので、ワッツさんかな。で、買ったものですね。が、これですね。なんか、良さそうなマスク見ると買うっていう習性ができちゃって最近。顔がすっきり見えるマスクですね。あとなんか、形もあれなんですけど、色がね、洋服と合わせやすいかなっていうのが、結構最近見るポイントで、これ合わせやすいかなと思ったんですね。ベージュで薄めだから。だから真っ黒い服の時は黒いマスクしたりとかしてるんですよね。で、最近はもうその、なんだっけ、不織布？不織布か。不織布ってなんだ？不織布でしたっけ？のマスクはもうあんま使ってなくて、洗うマスク結構増えたので、それで結構回していってますね。洗って使って、洗って使って、みたいな。これはこんな感じですね。まあでもワッツさんってね、お店がそんなにダイソーさんとかほどないから、ちょっとわかんないですけどね。ちょっと開けてみますね。あと今 GU とかね、でも売ってるし、いろいろありますよね。でも良かったのは、良かったのは、あれですね。ダイソーさんの500円のやつ良かったですね。結構良かったです、自分は。あ、これね、結構薄いから、夏とかでもいいかもしれない。ちょっとつけて。どっち上なんだろうか。どっち上？これかな？こうかな？ああ、でも結構いいですね。なんか、軽い。軽いし、うん。あんま苦しくないかも。顔がそんなにちっちゃいわけじゃないけど、結構大丈夫ですね。で、肌触りもいいし、うん、良さそうですね。ここが今のってなんかこうね、ゴムみたいのついてるの多いんですけど、これ違いますね。でも別にサイズ的には私は大丈夫です。でも男の人はちょっとこれちっちゃいんじゃないかな。私で普通ぐらいってことはね、それはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。でもこれ100円だから安いですね。ガンガン洗えそうだし。で、ファンデーションがつくから、ここの色がね、すごい気になりますよね。皆さんそうだと思うんですけど、真っ黒いのだと黒いところにファンデーションつくし、白でもファンデーションつくし、じゃあファンデーションの色ならいいのかっていうとそうでもないんですよね。やっぱりつくんですよ。だから、あ、ちゃんと、あれか、洗えばいいのかな。だから、裏側もね、結構、あれですよね。重要ポイントかなと思うんですけど。でも、これ、かなりファンデーションの色に近いから、いいのかもしれないですね。あと、洗ってね、ちゃんと色が落ちてくれれば一番いいんですけど。うん、私はこれ、ツルツルして、好きか。あと、もう一つ、あ、まあ、いいパターンですけど、同じなんかタイプで、もう一個あったんですけどね。でも、私はこれにしましたね。はい。結構良さそうですね。で、これがよくなんか、よく買うやつ。前に2冊買って、もう少しでなくなりそうだったんで買ってきたんですけど、これもワッツさんで買ってますね。その、勉強するときに書いたりとか、あと、なんか、編み物してるときに、書いたりして。で、ここがリングの方が、やっぱりこう、
ちょっといいんですよね。めくりやすかったりするし。あと、縦でもいいし、横でもいいしっていう感じで。で、紙しっかりしてるし、スケッチブックだから。これサイズ的にも私は好きで書きやすくていいなぁと思って。なんか結構いろいろ買うんですよね。書きやすいもの何かなとか思って。小さすぎてもダメだし、大きすぎてもダメだしっていう感じで。まあ自分の書く内容にもよると思うんですけど、これがね、私はちょっと良くて。まあ他にも、100円ショップでスケッチブックあると思うんですけど、枚数も結構あって、で、表紙もなんかシンプルでいいなと思って、これまた買ってきました。で、ワッツさんで買ったのは、これかな。アイカラーベースですね。これは別に見つけて買ってきた感じなんですけど、アイカラーベースの02番のパールピーチ。まぶたのくすみをカバーしてツヤ感をアップ。アイシャドウの発色と、なんかアイシャドウを塗る前の下地みたいなやつを前 YouTube で見たことがあって、それで買って、それを探したんですよね。100円ショップにないかなと思って。で、これそうかなと思って、ベースって書いてあるから、いいかなと思って買ってみました。まあ、使ってみてですね。で、次がですね、なんだっけなセリアさんですね。セリアさんでね、毛糸2つ、同じカラーです。2玉買ってきました。綺麗だなぁと思って。もうね、あれですかね、時期的に春夏とかが出るのかな、まだ出てないですけど、出るのかなっていう感じで、冬糸とかが、のやつは並んでるっていう、まだ感じですかね。これはなんか見たことなかったのか、見ても気づかなかったのかわかんないです。久しぶりにね、毛糸も見たので買ってきましたね。コロルのカラーナンバー4番ですね。こんな感じです。で、そうなんですよね。あんまりね、お休みしてたから毛糸もあんま買っちゃいけないなと思って。 まあ買っちゃいましたけどね。で、それでお正月なんですけど、パンドラハウスさんに行ったんですよね。セールとかに行ったんですけど、カゴ盛りをしててもやっちゃいけないなとは思ってて でも一応見に行ったんですよね。そしたらやってなくって、私が行った店舗さんは。多分密になっちゃうからやってないのかなと思ったんですけどね。だから皆さんのとこもどうだったんですかね。やってたのかどうなのか。ちょっと不思議なんですけど。で、今回行ったのはこれを買ってきたくて、そのゆちゃんねるさんが紹介されてて、あ、綺麗だなと思って。これですね。光っちゃうかな、ちょっとね。光っちゃいますね。大丈夫かな。なんかすごい丁寧に説明してくださるから、一個一個こう、なんていうの、スウォッチっていうのかな、わかんないけど、こう、伸ばしてくれて、で、色もすごい綺麗だったんで、これがピンクラベンダーで、こっちがテラコッタ棒、ちょっとわかんないですね、これ。で、もう一個あったのかな、でもそれは、ちょっと詳しいことを知りたい方は、ゆちゃんねるさん、ぜひ、ご覧ください。テラコッタボルドーだね。ボルドーですね。テラコッタボルドーがこちらですね。で、ピンクラベンダーがこちらですね。私は大好きなんですけどね。プチプラとか、100均コスメとか。やっぱ苦手な方もいらっしゃるんですかね。ちょっとわかんないけど。まあ、ユアグラムがね、すごい優秀なんでね。なんか、そこからっていう、私と同じような方もいらっしゃるのかな。で、なんか、セリアさんでコスメをあんま見たことがなくって、だからなんか、見に行ったらすっごい種類もいっぱいあって、
これも欲しい、あれも欲しいってなっちゃって。ちょっといっぱい買いすぎましたね。で、これが、なんか可愛いなと思って。セシル・マクビーさんとコラボなのかな？フェミニティピンクとグロッシーベージュとグラマラスゴールド。ね、これだって8色で100円で、これ1個で100円だから、なんか質がいいのかなと思って。可愛いし、ね、買ってきてみました。まぶたでとろけるバームアイシャドウって書いてある。アイシャドウもなんか肌質によりますよね。なんかよれちゃったりする時もあるし。ね、だから使ってみてみたいなとこもありますね。色がこんな感じですね。フェミニティピンクとグロッシーベージュとグラマラスゴールド。で、こういう感じですね。ちょっと一個つけてみ、どんな感じなの？これはまだね、YouTube で動画を拝見したことないですよね。どなたか多分上げてると思うんですけど。あー。そっか。ねっとりするやつだね。あー、これ足ダメかもしれない。なんかよれちゃうことが多いですよね。まぶたの。でもつけてもサラってなってくれるやつだったら大丈夫だと思うんですけど、これつけ方がよくわかんないですよね。ファンデーションがよれちゃうから、ポンポンポンってやればいいのか。色出ない。なんか、私の皮膚と全く同じ色ですね、これ。どういうことだ。つけ方が間違ってんのかな、私の。ちょっとまた YouTube 見て、研究します。ててててててて。指でダメ、指でいいんですよね。あ、うっすらでもつくからいいかもしんないですね。うん、いいかもしんない。なんかあんま濃くなっても困るっていうのがある。あ、でもこれ、あれだね。うっすらなんかピンクになるから、チークでもいいかもしんないですね。うん。容器がとにかく可愛い。で、次が、これですね。これは、シャンプーブラシですね。頭こうゴシゴシしたら、コリとかなくなるかなと。で、これタオルバーにかけられるって書いてあったんで、下に置かなくていいからいいかなと思って。ブラシを外して簡単洗浄。水抜き穴付き。良さそうですね。で、バーコードがこちらですね。そんなに大きくもないし、邪魔にもならなそうなんで。うん、柔らかいから、結構、程よくていいかもしれないです。で、あとこれですね。金属不使用のヘアクリップショーですね。いつも家にいるとき、髪が降りてきちゃうから、これで止めてるんですよね。バーコードこちらですね。で、なんか今使ってるやつが、これなんですけど、何代目かなんですよ、これ。で、以前はダイソーさんで購入したやつとか使ってたんですけど、結構ね、しばらくすると壊れるんですよね。ここがポロ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 折れて。で、これはなんかいただいたやつなんですけど、お風呂屋さんでなんかもらったって言ってて、でもここがやっと一個欠けたんですけど、でもこれね、すごいね、丈夫でね、あんまり欠けないんですよ。これもすっごい時間経ってから欠けてるから。だからこれと同じのどこで買えますかって聞きに行ったりしたんですけど、わかんないって言われて、これめっちゃ探してんですよね。壊れにくいから。でもさすがに一本欠けたんで、いや、まだ全然使えますけど。だからね、これセリアさんで、1個100円だから、物持ちいいかなと思って。
だといいんですけどね。で、あとここにも、突起があるから、噛みつかみやすいかなと思って。結構猫系なんでね、こういうのね、あんまり、合うやつがないんですよね。本当はこれが欲しい。あ、でもこれも、すごく丈夫で、長く使えるんだったら全然これでいいんですけど。でも透明がなんかね、可愛いから、透明のが欲しいんですけどね。すごいね、探し回ってて、これダイソーさんで見つけたんですよ、透明の。多分なんか芸能人の方がなんかコラボされてたやつかな、と思うんですけど、でもこれちょっと、大きすぎて髪あんまつかめない。すっごい可愛いんですけどね。髪が長くて、なんかこう、わしってやるときはいいと思うんですけど、毛束こんぐらいなんですよ、私、ほんと。だからね、ちょっと厳しいですね、これね。可愛いから置いてあるんですけど。で、あとこれですね。まあ、あんまりもうね、まつげ上げることないんですけどね。上がんないんですよね。毛がね、硬くて、下向いてるから。だから本当に上げようと思ったら、ビューラーを温めて、めっちゃ熱くしてやらないと上がんないんですね。まあ、そうすれば上がるんですけど、あれ？あ、ここだし、ここですね。バーコードね。でも、しっかりカールって書いてあるから、あら、ちょっといいのかしらと思って買ってみたんですけど。でも、個人的に言うと、ビューラーとかハサミは、ちゃんとしたの買った方がいいかなって思います。いろいろ買ってみて思ったんですけど、資生堂さんとかね、そういうの買った方が外れはないかなって思います。で、最後こちらですね。これも、これ色綺麗だなぁと思って買ってみました。なんか、まあでも秋冬なんでね、夏はちょっと置いておく感じかなぁと思うんですけどね。と、バーガンディの方がこちらですね。で、モーブの方がこちらですね。で、なんか自分に合う色とかってちょっとずつ分かってくると思うんですよね。で、見て、なんか合いそうだなと思って、買ってみました。こんな感じ。綺麗かなと思って。あと、年齢がね、上でもなんか使いやすそうな色だな。なんだこれ？あ、これもなんかしっとりしたやつだ。あー、使えるかな。ヘタッピなんで、あ、でもこれ結構サラサラするやつだから塗っちゃえば、ここはなんかペットリするけど、あ、これは大丈夫かもしれないです。使いやすそうかも。で、キラキラする、キラキラするけど、そこまでキラキラしないから、めっちゃ光るやつね、ちょっと厳しいですね、あれは。あ、これ大丈夫なやつだと思う。サラサラするし、色もすごいつかないから、失敗しにくいと思います。あ、買ってよかった。あ、まあ、でもね、使ってみないとちょっとわかんないけど。こんな感じ。ちょっとね、写真っていうか、カメラだとね、わかりづらいと思うんですけど。そんなにね、上手なわけでもないんですよ、私、塗るのが。よく失敗してるし。眉毛なんかいつも左右違うし。ああ、結構いい色かも。同年代の、私と同年代の方とかいいかもしれないです。っていうか、私、あれですね。年齢言ってないからね。ちょっとそこら辺は想像でお願いします。良さげ、ここら辺とか良さげ。これどっちだ？これどっちだっけ？これどっちだっけ？そうですね。バーガンディの方ですね。まあでも好みですよね。でも手につけた感じはこっちが私は使いやすいんじゃないかなと思います。バーガンディの方。005だから、そうですね。こっちで。まあ足の肌がちょっと黄色いんでね。参考になるかどうかわかんないですけど。こっちすごい綺麗。でも絶対これ秋冬だから。夏使えないから。使えんのかな。そこら辺ちょっとよくわかんないですけど。
これは使えそう。こっちも使うけど。こっちはもうちょっとピンクっぽい感じか。そう、黄色い肌、肌が黄色いから、多分オレンジとかの方が私は合うんだと思うんですよね。だから、なんだっけ、肌色が白っぽい人とかは、こっちとか合うのかもしれないですね。うん。あ、これはいいな。こっちがちょっとね、今困ってますね。よれるから、どうやって使うかなぁと思って。あ、これ取れない、あと。取れないわ。あ、じゃあいいですね。落ちにくいんですね、きっとこれね。全然取れない。あ、いいわ、これ。取れにくいってことは、持ちがいいってこと。そうですね。で、塗り方とかは結構なんか、メイクの YouTuber さんとかね、見ていただければ。私が顔出ししてもね、参考にはならない。あ、これすっごい落ちにくいからいいかもしれない。ですね。こんな感じです。ちょっとね、興味が、うん、なんか同じように、プチプラコスメ見るの好きとかっていう方がね、もしいらっしゃって楽しんでいただけたらよかったなって思います。長くなってしまってすいません。しばらくはね、これで遊ぼうと思います。まあ、そんなにね、頻繁に出かけないし、だ減らないんですよね。すごいね。一個がね。まあでもアイシャドウ結構減らないですよね。でも、ユアグラムのもいっぱいあるし、今回も買ったのもあるので、ちょっといろいろね、楽しんでみようかなと思います。ちょっとでも参考になったらね、すごく嬉しいです。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございます。ではまた次の動画で。どうもありがとうございます。